お、ワニです。そしてこちらは我が家のアルダブラゾウガメを飼育しているケージになるんですけれども、こちらですね、まあいろいろとね、ダントツの特大とか虫類用の加湿器とかつけてね、すごくね、ゾウガメ飼うのにいい環境になってきたと思います。ただ、まだちょっと足りない部分があるというのに気づきました。ゾウガメ飼うのにね、床材の土っていうのはね、これは正解です。ただね、ちょっと足りないのが、ゾウガメとか飼育するにあたって、まあ、このゾウガメをね、お迎えした時のショップさんにも言われたんですけども、ゾウガメが歩き回れるね、広いスペースがあるのは当然なんですけども、さらにね、ケージでね、起伏をつけてあげて登ったり降りたりできるような環境にしてあげると、より足腰が鍛えられてね、丈夫なゾウガメ育つというお話でしたんで、今回このケージの中にちょっとね、起伏を作っていきたいと思います。え、どのように作るかっていうと、普通に土をこう持ってペタペタするだけじゃ多分ゾウガメをこう崩しちゃうと思うんですよね。なんでこちらのですね、発泡スチロールを用意しました。これを、まあ、ちょうどいい感じのお山の形にこう削って、まあ、発泡だけじゃ普通にね削って壊されちゃうんで、この上にねセメントを塗って、もうセメントでお山を作ったので、それをこの中に入れるという形で起伏をね作っていきたいと思います。このケージがね、奥行き大体60センチくらいで、ちょうどこれもね60センチくらいあるんですよ。まあ、中の長さはねちょっと短いんで切らなきゃいけないんですけども、まあ、この発泡スチロールをこうかまぼこみたいな形に切って、それをこうねスッと、まあ、この辺かなに入れて、まあ、向こうに渡るにはお山を越えなきゃいけないし、こっちからこっちに戻る時もお山を越えなきゃいけないみたいな感じで起伏を作りたいと思います。まずこちらをね、この発泡スチロールカッターで削り切っていきます。この辺から、うん、気持ちいい。ちなみにこの発泡スチロールね、900円ぐらいしました。発泡スチロールって地味に安くないですね、そんなにね。私は気づいてしまいました。こんなもんでちまちま切るよりもこれで切った方がゴミは散らかるけど、こっちの方が早い、絶対早い。ほら、このパンを切るやつ、この方が早い。アホだったわ。ちまちま発泡スチロールカッターで切るよりもこっちの方がいいっすわ。ねえ、皆さん発泡スチロール切るときはね、これです。ダイソーで売ってたやつね。これダイソーのやつだけどね、これで全然めっちゃ切れますね。ほら、後から掃除かけたらええんだ、こんなん全部。これでやってきます。はい。あの包丁でやったらあっという間にいい感じの形に削れましたよ。かまぼこみたいなねえ。ちょっとゴミを吸わんといか。いい感じの傾斜にできたんだけど、ここの高さがちょっとやっぱない方がいいかなと思うんで、ここも切ります。この辺から、この辺からというわけで、いい感じにこの型ができましたので、これにモルタルを塗っていきます。というわけで、今回用意いたしましたのがこちらのね、防水セメントっていうね、もう池とか作るのに使うようなやつですね。これ1袋 1.3 キロに対して300ミリリットルの水を入れるんですけども、まずは半分ぐらい、150ミリリットルぐらいを入れて、こうよく混ぜて水分を全体に行き渡らせるって書いてありましたね。300ミリリットル全部入れなかったんだけど、これどうなんだろう、ちょっとべちゃべちゃしすぎかな、ちょっと水多かったかな。まあいいや、これでちょっとやってみよう。どんな感じでやりゃいいんだ。全然わかんない。ケーキ屋さんみたいだな、生クリームをこうスポンジに塗るみたいな。どれぐらいの厚みで塗ったらいいんだろう。はい、というわけでこんな感じで、発泡スチロール全体の裏側以外ですけどもにセメントを塗れました。
これで硬化するのに約24時間待ってみます。もしかしたらね、塗るのが薄くて割れちゃうとかあるかもしれないですけども、そしたらまたちょっと補修しながら頑張ります。はい、というわけで丸1日どころかちょっと丸2日置きました。ちゃんと固まってますね。取れるかなこれ。あ、やべ、割れてった。これ、ここ。これ取れちゃったから。え？なんで？ちょっと薄かったんかなこれ。まあまたちょっと塗ればいいか。え？思ったより軽い。あんまり塗りすぎると重くなっちゃうかなと思って、あんまり分厚く塗んなかったんだけど、全然軽いな思ったほど。もうちょっと分厚く塗ってもよかったかな。これこの裏面も塗ろうと思うんで、その時ここも補修しつつ塗りましょうかね。今度は平面だから塗りやすいんじゃないの。はい、というわけで底面も塗り終わりました。いや、割れちゃった部分もちょっと不格好だけど、盛り上がってるけど塗り直しました。これでまた1日待ちます。はい、というわけでね、丸2日以上置きまして、裏面もしっかりと固まりました。うん、今度はどこも欠けたりしてませんという感じで、これで完成といきたいところなんですけども、まだそうはいかないですね。まあ、リクガメなんでね、これをこのままケージの中に入れてもそんなに問題ないかもしれないんですけども、実はこういうセメントって水の中に入れたりするとすごいね、アルカリ性のアクが出てくるんですよ。そのアルカリ性が強すぎて、魚とか水生生物使うんだったらちょっと体に害を及ぼしちゃうんで、アク抜きをしなきゃいけないんですよね。でうちのゾウガメのケージもね、水中ではないんですけど、湿度80から 90% ってことで、まあ、ほぼ半分水中ぐらいの勢いがあると思うんで、霧吹きとかの水がかかった時にアルカリ性の水分が出て、ゾウガメにね、悪液が出ても嫌なんで、アク抜きをしようと思います。この水を張った桶の中に今回作ったこの起伏を入れます。浮いちゃう、ちょっとこれ浮かないようにこのブロックで押さえよう。こうやって水につけとくだけでアクが抜けるわけじゃないんで、このね、アクアマリンというセメント用のアク抜き液を使っていきます。まあ、これね、セメントで作った池とかのアク抜きをするために使うものなんですけども、だいたいですね、100リットルに対し50ミリリットル使用するということです。でこの桶がだいたい75センチぐらいあるんで、まあ、100から150リットルぐらいになると思うんですよね。なのでだいたい50ミリリットルぐらいをここに入れていきます。とはい、丸一日置いてみました。どうですかね、アクは抜けましたかね。あ、すげえ、なんか泡立ってる。これがアクなのか。ちょっとね、アルカリ性の水とか触るとね、危ないかもしれないんでゴム手袋してますけども、これ周り泡立ってるし、ちょっと周りが白いの出てますね。これがアクなんでしょうね。で、この水を抜いた後、また軽くね、水洗いしてあげるといいみたいです。こうね、水洗いします。これでいけるはずなんですけども、ちょっと怖いんでね、まだちょっと確認作業を行います。またちょっとこうやって新しい水の中に入れて3時間ほど置いてみます。はい、というわけで3時間ほど置いてみました。これで
水がアルカリ性に偏ってなければもう大丈夫かなって感じですけどね。どうですかね。それでこの水をね、この pH 測定器で測ります。 pH 測定器ってなんか Amazon とかでいろいろね安物とかありますけど、これはちゃんとね日動っていう信頼できるメーカーのものです。さあどうでしょう。7、うん、完全に中性ですね。 OK、 真水になりました。これで安心して使えるかな。はい、というわけでこのねゾウガメの足腰を鍛えるための丘起伏完成しましたので、早速設置していきます。どこに設置しようかな。よいしょ。うん、ここかな。この真ん中ら辺に置いちゃうかな。もう、うん、はい、ドン。こういう感じね。こういう感じにしますか。これどうなんだ、これ登ってくれんのかな。ちょっと土に埋めよう。はい、というわけでこんな感じで設置しました。すげえ邪魔感あるけど、これを上り下りすることによってゾウガメさんの足腰が鍛えられるはずというわけですね。ちゃんと上り下りしてくれるかわかんないけど、ちょっとねでかいな邪魔そうならちょっとこれはどかそうかと思いますけど、ゾウガメさんがちゃんと上り下りしてくれるかね、見ていきましょう。はい、ではちょっとカメラを置いてね、上ってくれるか見ていきましょう。お、上る？お、おおおお、ちょっと止まってますけども、登れづらいのかな。登れる？登りましたね。登り降りしてくれました。ちゃんと登り降りしてくれましたね。これで足腰が鍛えられるといいんですけど、で問題なのはね、こっち渡って餌を食べた後またちょっと向こう側にちゃんと戻ってくれるのかどうかっていうのもね気になるところです。めちゃめちゃ見てる。めちゃめちゃ見てるけど、登らないですね。行きの時は、向こう側に餌があるんで、まあ欲しいものがあるんで歩いて行ったんですけど、向こう側に欲しいもんが、そんなに欲しいもんがないから、行かないのかな、これもしかして。ちょっとこの子かもしかしたら失敗だったかな。今後もちょっと観察続けていきたいと思いますけど、場合によってはこれ取り除かないといけないですね。で、この後も見てたんですけど、そのまんまね、右の方で寝ちゃいました。ちょっと失敗だったかもしれないな。でももうケージがなんかもう狭いですね。その辺ね、もろもろ含めて飼育環境の見直しをしていきたいなと思います。という感じで今回の動画はこれで終わりです。また次の動画でお会いしましょう。